柴田市中心部周辺の空中写真。1975年撮影の8枚を合成作成。国土交通省国土画像情報をもとに作成。柴田市は新潟県海津地方にある市である。新潟市への通勤率は16.6%。柴田市は越後平野の北部に位置する新潟県北部の中核都市である。市北西部には、 日本海に面した白車浜海岸が広がり、東部には飯出山、二之字岳などの山々がそびえ、町からその姿を望むことができる。またこの地では梶川などを水源とした水田が広がっており、県下有数の良質な米の産地としても知られる。柴田藩の城下町として栄えた市街地は柴田城を代表とする歴史的建築物が多数あり、今も 城下町当時の区割りや、道、柴田川などの水路が、かつての姿を留めている。明治から戦前にかけては、軍都として、戦後は、県北部の商業都市として発展した。その昭和の頃の面影を色濃く残す、旧公設専魚市場や、各商店街といった建物や町並みも多く残り、風情ある街にもなっている。こうした歴史を背景に、 柴田の市民は2004年の柴田城三階海ら、辰見らの復元をはじめとする、町の景観保存維持に対する関心が非常に高く、市民自ら熱心に取り組んでいる。市章には、柴田藩主、溝の口家の家門、溝の口菱をそのまま用いている。新潟県、福島県、山形県、柴田駅駅周辺も参照柴田駅前から1、キロメートル以上続くアーケード、 芝田南バイパス沿いのロードサイド店舗群市域は、中心となる本町地区に戦後に編入した旧自治体をベースとする11の地区を加えた計12の地区からなる。また、都市計画マスタープランでは、これと異なる10の地域設定が行われている。本町地区の中心街は、芝田駅前から西へ伸びる道路沿いに1キロメートル以上に、 渡って、片持ちアーケードが設置されており、この通りが事実上、メインストリートとなっている。かつてはこの通り沿いに、百貨店、大型商業施設が、複数存在していたが、1990年代頃に、閉店、郊外移転が、相次ぎ、空洞化が進行している。一方で、新進バイパスから続く、 柴田バイパスや柴田南バイパス沿いには郊外型商業施設の出店が相次ぎ2005年オープンの4モール柴田が代表的である。こうした開発に合わせて市街地も大きく広がり5.50平方キロメートル2010年9.49平方キロメートルこれらのバイパスの内側では2010年代に入ってからも宅地開発が続いている。 こうしたドーナツ化現象への対策として様々な取り組みが行われており、2006年11月には県立柴田病院が駅前の大倉聖市柴田工場跡に移転され、2016年には図書館を核とする駅前複合施設、イクネス柴田、2017年にはオープンスペースを有する市役所新庁舎、ヨリネス柴田が相次いで開設された。なお、 市役所は従来北側の旧武家地に位置していたものを、旧朝人地に移した形である。柴田城阿賀野川、品野川の流域に開けた、この地域は、中世には、佐々木氏の冒険、柴田氏が漁師、この地を流れる柴田川の流域にその水運を生かして、城が築かれた。慶長三年、豊臣家の家臣であった、溝の口秀勝が六万国の所領を得てこの地に、違法され、 二は湯末まで、柴田藩は、溝口氏が治め、柴田城の城下町として発展していくことになる。城下では、仏家町、町人町、寺町などの特徴的な町が形成され、また、周辺地域では、神殿開発によって、低湿地の高地化が進められた。明治四年七月十四日の廃藩地検で、柴田県が設置されたが、間もなく、新潟県に編入。 1878年の軍区町村編成法で、阿賀野川井北の地域一帯が北貫原軍とされると、その軍役所が柴田本村に置かれ、柴田は阿賀北地域の中心地として発展していった。1873年に廃城となった柴田城の跡地には、陸軍の不評第16連隊が置かれ、以降、明治から終戦までこの町は、 軍隊の町としての性格を強めた。姿勢が施行され、柴田市となったのは、第二次世界大戦後、1947年のことで、ある。柴田の由来には、諸説ある。柴田という地名は、京都区三年の中条防止記録など、室町時代から見られる。柴田という表記に対する推察の一つとして、柴田に対する当時の現地発音が、新んばった。 またはそれに類する発音であり、それに沿って、柴田の字が当てられたのでは、といったものがある。2003年7月7日、北神原郡と浦町を2005年5月1日、北神原郡市雲寺町、梶川村をそれぞれ編入合併した。合併後の面積は532.82、平方キロメートル、総人口は10万6834人となった。 平成の大合併以前は、県内で同規模の都市である柏崎市や三条市より遅い姿勢施行ということもあり、後人を排しており、人口が県下第6位であったが、合併によって人口が柏崎市を越して県下第5位の人口を要することとなった。その後、2007年4月1日の統計で三条市を抜き、現在は第4位の人口を要している。 最新の推計人口は以下の斎藤参照。市役所庁舎については、柴田市役所を参照商業については、地域、市街地構成を参照周辺一帯では、越後平野の稲作を中心とした農業地帯が広がっている。こうしたことを背景として、産業面でも食品関連産業や酒造会社などが目につく。また、 城下町で作動が成功された伝統もあってか、和菓子業も多い。陶器官の農家の女性のための働き口と、同志出身者、大倉木八郎の大倉財閥の大倉製紙柴田工場があったこともあり、繊維業、特に縫製工場が多く点在していたが、海外への仕事の流出などにより、近年では数が減ってきている。市内の主な企業、編集漁業、 編集地域には漁港が一つだけ存在する。スポーツチーム、編集スポーツ施設、編集警察消防士の施設兼の機関国の機関、在来線中心駅の柴田駅は JR 越本線と白新線が合流する駅。市内には7つの駅がある。廃線かつては国鉄赤谷線が柴田駅東赤谷駅間を結んでいたが、1984年に、 全線廃止となっている。高速バス線観光バスが東京方面の路線を運行している。一般路線バス、柴田市域のバス路線図。時刻表は、新潟交通観光バス、柴田エリアを参照。高速道路一般国道主要地報道、一般県道道の駅柴田城、月岡温泉メディアを再生する夏の富士塚浜、海水浴場の空撮映像小説映画。 柴田高校前にある柴田家前公園の看板戦前は柴田を略して柴田と書く慣例があり当時は新聞報道などでも柴田という記述がまかり通っていたその名残から現在も年配者の間では柴田と略して記述する向きが多く一例として柴田駅を柴田駅柴田高校を柴田家柴田農校を柴野などと記すケースがままある 新聞、テレビなど県内の各メディアも1980年代半ばまではこの慣例に習っていたものの地元住民などから本来の地名には存在しない字を使って地名を略して記すのはいかなものかと疑問が寄せられるなどしたためこうした記述は徐々に淘汰されていった。行政観光移民誌、ありがとうございます。